百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の宇賀です。やってますか、もう。皆さん、こういうことはないですか？自分は言われた通りに正しくやってるのに、先生から毎回注意されてしまう。ありますよね。僕も昔よくありました。今日は、剣道初心者の人がよくある間違い。まずは、この短い動画見てください。いや、可愛いですね。幼稚園かな、小学生かな、上手に切り返しができてます。じゃあここで皆さんに質問です。今の切り返しの動画を見てちょっと違和感を感じた人いませんか？ヒントは足の動かし方にあります。そうなんです。剣道を始めたばかりの多くの初心者の人がこの子と同じ足の間違った使い方をしてます。今日はこの子の足を直してあげたい。今日もできるだけ分かりやすく説明するので、ぜひ聞いてください。じゃあまずどこが間違えてたかというと、まあその間違ってたことはね、あんまり今気にしなくて大丈夫ですからね。みんな間違ってるし、僕も間違ってましたんでね。じゃあいきますね。真ん中の切り返しの前4歩、後ろ5歩の9歩。これはね、上手にできてましたよ。だけど、最初と真ん中と最後に面打ちあるじゃないですか。これの手と足が合ってないんです。このね、切り返しの最初と真ん中と最後の大きい面打ちっていうのは、剣道の初心者の人がもう特にね、手と足を合わせるのが難しいと感じるところだと僕は思います。このね、小さい子が一生懸命切り返しをやってる姿を見て、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんっていうのは、うわーすごい、頑張ってる、上手にできてる、かわいいね、上手にできてるねって言うんですけど、これはもちろんね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが言う分には何ら問題ないです。全然問題ないです。だけど指導してる人、大人たちっていうのは、この手と足を合わせるっていうのを妥協したら絶対にダメなんです。というのも、この間ある八段の先生にこういうふうに指導されたんです。ちょっと聞いてください。いいですか、宇賀さんと。子供たちが継ぎ足をしてしまったり、手と足が合わなくなったりする、この悪い癖ね、この悪い癖っていうのは、子供たちは何にも悪くないんですと。それは全部我々指導者の責任なんですと。一旦ね、その手と足が合わないとか継ぎ足をしちゃうような悪い癖がついたとしたら、その子が将来もう剣道としてね、そのそういう足の使い方してると剣道として成立しなくなっちゃうんですよ。そのぐらい我々は責任があるんです。だから絶対その手と足が合わないとかね、継ぎ足を我々指導者が妥協しちゃダメなんです。子供たちは何にも悪くないんですっていうことを言われました。いや、刺さりました。子供たちの悪い癖は我々大人の責任だったんです。だからよくある一体何回言ったらできるようになるんだとか、この前言ったこともう忘れとるやないかとか、なんで言った通りできんのやなんて子供たちに言ってる先生っていうのは、特大ブーメランが跳ね返ってきて自分に今グサって刺さってるんですよね。つまりね、今日の最初の動画で言うと、この切り返しを受けてる人、この人が悪い。ちゃんと足の動きを教えてあげないといけないんです。この段階でニコニコ受けてる場合じゃないんです。
じゃあなんで、多くっていうかもうほとんどですよ、ほとんどの初心者がこういう同じ足の間違いしちゃうかっていうと、これはみんな最初素振りから剣道を始めるからなんです。別に素振りが悪いって意味じゃないんで、もうちょっと聞いてくださいね。素振りが悪いって意味じゃなくて、思い出してほしいのは素振りの足なんです。素振りの足っていうのはすり足でやってましたね。振りかぶる時に足を出して、振り下ろす時に足を引き作りでしたね。これは初心者の素振りでできるようになってるんです。だからさっきの動画の男の子も前4歩後ろ4歩この9本っていうのは切り返しのすり足で行う部分だから、めちゃくちゃ上手にできてたんですよ。だとしたらなんで最初と真ん中と最後の面打ちがうまく手と足が合わないかっていうと、それは足がすり足じゃなくて踏み込み足になるからなんです。そしてどうして初心者の人がこれを混同しちゃうかっていうと、面は先生から最初に習ったすり足の1種類しかないって思ってるからなんです。でも実際切り返しの中では踏み込み足の面打ちとすり足の面打ちと2種類が使われているってことなんです。これをしっかり分けていきましょう。切り返しの時のね、大きい面打ち2種類ちょっとまとめました。一つは、すり足で行う大きい面打ち、これどこで使うかっていうと、切り返しの途中の前4歩後ろ5歩ですね。その9本ね、この9本っていうのはすり足で行ってます。いいですね。そして、大きい面打ち踏み込み足で行う時があるんですけども、それは最初と真ん中と最後書いてますね。この青字で書いてるところ、最初と真ん中の最後の大きい面っていうのは踏み込み足で使います。切り返しの中には同じ大きい面なんだけど、足の使い方によって2つ2種類あるってことですね。そして、ちょっと突っ込んで話しますね。足の使い方としてはすり足っていうのは両足とも床から離れないように動かします。いいですね。そうやそうですよね。真ん中の9本っていうのは両足とも床についたまま行います。に対して踏み込み足っていうのは片方の足が床から離れます。右足を踏み込んで床から離れて打っていくっていうのが、切り返しの最初真ん中最後の面ですよね。じゃあここまではまあ分かると思います。そして最後右足を出すタイミングがこの2つで全然違うんですよね。すり足で行う足を出す、右足を出すタイミングっていうのは振りかぶる時です。振りかぶるときに右足を出して、振り下ろすときに足を引きつけました。これ素振りでやってるのと全く同じです。いいですね。なんだけど最初と真ん中と最後の面、この踏み込み足の面っていうのは振りかぶるときには足を動かさずに、振り下ろすときに足を動かすんです。これとこれが全く動きが違うんですよね。だから、真ん中の9本っていうのがうまくできてる人でも、例えば最初と最後、真ん中と最後ね、踏み込み足をしないといけないのにこっち来ちゃうんですよね。こう来ちゃうんですよね。振りかぶるときに足を、右足を出してしまう。本当は振り下ろすときに足を出せばうまくいくんです。要するにですね、分かりやすく言うと、こっちの青いところ、青い打ちから切り返しっていうのは始まって、途中で9本っていうのはこの赤い足の動かし方9本やって、またこの青いね、面打ちをして、また今度はこの赤い面打ちを9本やって、最後に青い面打ちを行うっていうのが切り返しの2種類の足の動かし方、面打ちなんです。じゃあ今日の動画の最後の一番大事なところですね。最初に見てもらった男の子の足はどうやったら治るんでしょうか。実はですね、こっちの赤い部分、すり足でやってる、前4歩後ろ5歩の9本っていうのはとても上手にできてました。ちょっと手と足が合わなくなってたのはこっちのブルーの方、青い面の方なんですね。ここがどうなってたかっていうと、もちろん床から足離れてるんだけど、右足を出すタイミングっていうのが振り下ろす時じゃなくて振りかぶる時になったんです。もう一回ちょっと見てください。今見てもらったように、最初と真ん中と最後の踏み込み足の面で振りかぶる時にもう右足が出てたと思うんです。こっちの足になっちゃってるんですね。本来どうすればよかったかっていうと、振りかぶる時には、足は出さずに一回止まって、振り下ろす時に右足を出す、もうたったこれだけなんです。
ね、最初青い面やって赤い面やって青い面やって赤い面やって青い面、これが切り返しの足なんです。それによって右足を出すタイミングはしっかり変えていきますと。じゃあ今日はこういった話でした。今日も見てくれてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。当店の無料小冊子大人の剣道部7つのルールができました。概要欄のリンクから今すぐスマホでご覧いただきます。